ハンター株用の、吉村のマグナムサイクルを購入したので、今日はその取り付けをやっていきたいなと思います。吉村を買った経緯なんですけど、当初は純正でも音もいいし見た目もいいのでこれでいいかなとも思ったんですが、そこはやっぱりちょっとやっぱりカスタムしたくなって買っちゃったって感じですね。で、他にも候補は、タキガワのスポーツマフラーですかね、あれもあったんですが、メーカーのパワーカーブを見たところ、そのタキガワのマフラーがこっついパワーが出て9馬力ぐらいあるんですかね。で、この吉村は多分8馬力そこそこぐらいですかね、あれを信じるならば。ただ軽さはちょっと吉村の方が軽いので、まあ性能的にはどっこいどっこいかなっていったところですね。まあ、あとは見た目の問題でちょっと見た目がガラッと変わる吉村にしたって感じですかね。まあパワーの竹川か軽さの吉村かっていったところですね。まあ勝った経緯はそんな感じですかね。じゃあ早速取り付けの方していきたいなと思います。
不器用な僕がぼちぼちやって1時間半っていったところですかね。まあ注意点なんですけど、やっぱり難しかったのかな。サイドパワーを外すわけですね。ここに2箇所笛があるんですが、それがなかなか外れなくて、こう下向きにフックがかかってるんで、こう上に持ち上げながら手前に引っ張るとそういった感じで来ますね。ちょっと下手したら爪を折ってしまうので、これは用心しながらやった方がいいと思います。そうですね、このエキパイのフランジの部分ですね、まあ、ガスケットがノーマルのやつが入ってるんですが、もう材料できないので吉村のマフラーにもガスケットついてないので、そちらの購入も絶対必要ですね。私はキタコのやつを買いました。でもう一点、このフランジのナットですね。こちら側は、まあ普通に、何でもソケットでもレンジでも締められるんですが、奥側の、ナットが結構液パイに近くて、ちょっと締めるのが難しかったですね。モンキーみたいなもんで締めたんですが、結局トルクレンチが使えなかったので、まあ、このネジ山の高さを見ながら締め付けていくって感じですかね。うん、あとは特につけにくいところはなかったですかね。はい、こんな感じでマフラー取り付け動画、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。